南波長江、豊崎宮を正面から見る。手前、宮城南門を抜けて、長州殿を左右に見ながら、北に進むと長道院南門に至る。さらに長道院南門をくぐると左に西長道、右に東長道が見える。長道院を北に進んでいくと、大理南門に到着する。大理前景。東西の八角殿院に挟まれた位置にあるのが、大理南門。 その奥の代理前殿、代理後殿を経て代理に至る。左奥にあるのは、代理正方漢画。模型では、再現されていないが代理東方漢画と対になっている。南波長江豊美崎宮は、摂津国南派にあった飛鳥時代の宮。南波長江豊崎宮、南波長江豊崎宮とも表記する。学術的には、この宮跡に建てられた南波宮と区別して前期南波宮とも呼ばれる。 木の富の変の後、中野大江の王子らによって企画され、652年に完成し、高徳天皇が遷都した。建物は、市長元年の正月に全焼するまで、現在の大阪市中央区に34年の間、存続した。白地5年、高徳帝の没後、西明天皇により、飛鳥カイタブに遷宮された。その後は、天平十六年になって、同じ場所に、 聖武天皇によって宮殿が築かれた。この宮は、上町大地の上にあり、大正2年に陸軍の倉庫建築中に数個の重剣文、伝家文の瓦が発見されている。昭和28年、同地付近から守備が発見されたのがきっかけで、南馬九州検証会の発掘、調査が進んだ。代理、長道院の構造が、それまで見られなかった大規模で、 画期的なものであったことから、大化の改新という改革の中心として計画的に造営された宮であるとされ、大化の改新居路論への有力な反証となっている。現在、南波宮の跡地の一部は、南波宮史跡公園となり、大阪城の南に整備されている。前期、後期の遺跡をもとに、建物の基段などが設置されている。ありがとうございます。